はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼビタです。ということで今回はフルモデルチェンジを行ったスバル XV 改めクロストレック、こちらの試乗インプレッションをお届けしていきたいと思います。スバルのクロスオーバーモデルクロストレック、なんとそちらにいち早く乗ることができましたので、皆さんにその走りを余すことなくお伝えします。しかも今日は新型クロストレックの FF と AWD、 さらには現行 XV の3台に試乗、果たしてどのような違いがあったのか、そちらにも注目です。ということで早速見ていきましょう。はい、ということで今回はスバル新型クロストレックのプロトタイプ、こちらに試乗していきたいと思います。で今回は試乗会ですので3モデル乗れます。でまず乗るのは新型の FFE ボクサーに 2WD の組み合わせ、これ実は初めてになりますけども、今からたちまちそれを乗っていきます。でこの後4駆、そして現行型の XV、 この3台を比較で乗っていきたいと思います。まあまずは FF で行ってみましょう。本当に初乗りになります。あ、ちょっと待って、エアコンもうちょっと弱めておいて、これえちょっと待って、車進化してるわ。でいきなりあれか、段差のデコボコ感を伝えるっていうやつですね。しかも今 EV で走ってます。あー、足がすごく良くなってます。めちゃめちゃまろやかになってる。うわーすごいわ。で今完全これ EV で走ってますけども、うん、ステアリングのフィーリングなんかもめちゃめちゃ良くなってるし、あ、ごめんなさい、もうこれ最初に言っておきますけども、現行の XV よりは確実に車の進化果たしてると思います。この辺とかの、うわすごい、なんだこれ、車のね剛性感ももちろんそうなんですけども、走りの質感がめちゃめちゃ上がってる。うわー、しかもこれ肉でも結構安定感高い。いやーこれねちょっとすごい。でエンジンスペックご紹介しておきますけども、これ2リッターのガソリンエンジンにモーターを組み合わせている E ボクサーになります。でそれぞれのスペックを見ていきますと、エンジンに関しては最高出力145馬力、最大トルク188ニュートンメーターになっています。一方でモーターは 13.6 馬力、65ニュートンメーター発生します。なので通常の2リッターの NA エンジンに軽自動車のトルクが、まあ、組み合わされているみたいな、そういう印象があるわけですけども、これね今回 E ボクサーって結局キャリーオーバーされてますよね。でもこれパワーユニットめちゃめちゃ進化してるわ。というのも従来って今これ EV 走行してますけども、モーターの走行からエンジンの駆動に切り替わった瞬間に結構ねブルブルっていうショックも出ていましたし、そういう部分で車の動的質感っていうのを多少なりとも落としていたわけですよね。この辺のスラロームもめちゃめちゃ気持ちよくいくな。で話戻すと、すごいこれはね振動がまず少なくなってる。でちょっとアクセル踏んでうならしてみましょうか。うわ静かだわ。うん、まず何よりも E ボクサーの進化にちょっと感動するかな。上り区間もほらこんな感じでぐいぐい登っていきますよね。しかも FF だからやっぱ頭が軽い、気持ちいいなこれ。ほらあえてこうステアリングをクイ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 とやってますけども、これちょっと進化に今相当驚いてますね。うん、エンジンのまず音がね断然静かになったし、モーターからの切り替えショックもかなりこれはスムースになってますよ。で今回 XV からまあグローバル名クロストレックに名前が統一されて、もちろん新型になったわけですよね。でこのタイミングでいろんなまあ部分が変わってるわけですけども、例えば
これステアリングレボーグとかアウトバックと同じく2ピニオンの電動パワーセに変わってます。ドライバーの入力軸とアシスト軸が切り替えられることによってリニアでスムーズなステアリングフィールを生み出しているわけです。実際に XV 現行私乗ったことありますけども、そこから比べてもこのね手触りの良さというかしっとり感はなかなか驚くものがあります。そしてスバルといえばスバルグローバルプラットフォームですよね。でこれもねレボーグとか WRX-S4 と同じくフルインナーフレーム構造です。先にホワイトボディをガッチャンコすることによって車自体の緩みをなくそう、そして質感を上げようっていうことになってますけども、これはね確実に車の質感上がってます。さあではもう一周同じように e ボクサーの FF で行ってみたいと思います。もうねエンジンの質感アップはめちゃめちゃ感じ取れた。で乗り心地っていう乗り心地はここでしか分かんないんですけど、ただボディをめちゃめちゃ固めているはずなのにそんなにガチガチの感じがしない。しっかりしてるね。リアの追従性が高い。やっぱこれはねこのクラスでは非常に珍しいダブルウィッシュボーン使ってるからだと思います。このクラスだいたい車軸式ですよね。コスト面とか軽量化も踏まえてですけども、でもねこれは e ボクサーの AWD をベースに開発してますから、リアもちゃんと独立喧嘩ダブルウィッシュボーンになってるんですよ。なので追従性高いし路面のいなしが非常にしっとり、いやーこれはね相当いい。ちょっと今高めの速度で走ってますけども、車のしっとり感もめっちゃ増してるし安心感は変わらずあるっていう印象です。これ装着タイヤはファルケンの ZIX-001 とかだったかな。タイヤのねグリップとかもいいですけども、でもこれリアがすごい追従性高い、全然出ないですよね。今日ねあいにくの雨、まあスバルの試乗会だから雨になった可能性はありますけども、でもめっちゃ静かですよね。実際に今回これルーフのところって高原水のマッシクシーラーを使ってるわけですよね。だから雨の叩く音もそうですし共振する音なんかも少ない。これルーフですよね、はい、ルーフです。ルーフのところに入っているマシックシーラーが通常のものなのか減衰力が高いものなのかで通常バージョンいきます。はいはい、まあ鉄筋を叩いたみたいな感じで響きますね、はいはい、でこっちが高減衰タイプいきます。あ確かにこれ違い分かります？皆さん、あ確かに減衰早いですね、はい、走りの方にも相当お金かかってる印象ですね。というかこれ本当に頑張ったと思います。うん、 e ボクサーの進化がとにかく驚きました。で FF 最初に乗りましたけども軽いでしょ。でちゃんとパワーもあるよね。これはね結構感動もの。同じエンジンでキャリーオーバーのモデルの中では私最近一番驚いたかも。もう別物になったかなっていうくらい、それくらい印象はいいです。ブレーキの感じもいいね。今回電動ブレーキブースター採用しますけども、この辺のタッチも全然違和感がない。ただちょっとねやっぱ初期の踏み始めの時は回線ブレーキ効いてるのかちょっと一瞬カクってなる時はありますけども、まあでもそんなになんか特段嫌味が出るような印象ではありませんでした。じゃあ今度乗り換えていきましょう。さあ続いては新型クロストレックの四駆モデル、 e ボクサーは変わりありませんけども駆動方式が FF から AWD に変わります。いわゆるスバルの真骨頂のモデルに
なるわけですけども、さあ行ってみたいと思います。四駆ですよね。安定感なんかがもちろん上がると思うんですけど、おお、もう乗り味が違う。基本の滑らかさは変わりないにしても、安定感がめちゃめちゃいいね。はあ、これだけ FF と AWD で味付けが違うのか。で、今 EV 切り替わりまして、上り区間、うん、でもちょっとね、重厚さというのか、やっぱね、車両重量も多分これ違うと思うんですよね。なので、まあ多少なりとも AWD 方が、まあ特に今 FF 乗ってきたばっかりなので重く感じますけども、それでも、うん、車の質感は良くなってる。でも私はね、 FF のあの感動さはちょっとまあ AWD にはないかなっていう、本当従来からのキャリーオーバーしたパワーユニットで正常進化を果たしたっていうのがおそらくこの四駆だと思いますけども、うん、綺麗にターンアウトしていくね。でもやっぱ反応性はこのスモール SUV 4.5m弱のボディの車ですから、あそこのインした瞬間の反応性もそうですし、でもね、リアの落ち着き具合はこのホイールベースは覚えないくらいに結構安定感があります。でもこの上り区間でエンジン回した時のノイズが少ないっていうのは個人的にめちゃめちゃいいかな。あ、でもね、コーナーでアクセル踏んでいた時のターンインの気持ちよさはこっちの方があるかな。ちょっと車自体は重いような印象を受けますけども、でも安定して安心感たっぷりで曲がっていくっていう印象があります。これ駆動配分はどうなってるんでしょうね。基本はやっぱりアクティブトルクスプリットで6対4なのか、というかアクティブトルクスプリットって名称合ってます？これ e ボクサーのものでもそういうんでしたっけ、まあ、その辺の名前はいいとして、いやでも本当素晴らしいね。うん、もう素晴らしいとしか言いようがないくらいにどこもかしこも正常進化してるんですよね。このね、車のしっかり感、この辺って実は従来の XV でもスバルグローバルプラトーム使ってましたから、すごいしっかりしてるなっていう印象ありました。まあ多少なりとも剛性感上がってますけども、でもさらにそれより驚いたのはこの静粛性かな。ちょっとエンジンを回すのをやめて普通の50キロくらいで巡航してるイメージで走ってみましょうか。エンジン回転数はだいたい1500回転とかで、今上り区間、あーでもちょっとね、薄く開けた時のやっぱりエンジン回転数だけが高まっちゃうような印象はありますね。FF でもこうだったのかな。これもしかしたら車重の違いでそこ重さが響いちゃってエンジン回転数につながってる可能性はあります。うん、まあでも先代よりは全然静かになってる。うん、すごーく気持ちいい。うん、やっぱね、四駆モデル AWD の方が上下動はピシッと収めてる印象があります。まあ、車重の違いもあるでしょうし、サスペンション確かこれ味付けも若干違っていたはずなんですよね。なのでその辺で四駆の方が引き締まった味っていうのを出してるのかもしれませんけども、意外とね、 FF とAWD に乗り味違いあります。で、今下り坂ですからバッテリーが結構溜まってますけども、今もうほぼフルで溜まってる状態。
さあここでエンジンかかってるんですけどね、それでも結構静かですね今。あとロードノイズ、まあ、実際にリアルな道で走ってみて最終評価とさせてください。ただ今ここのクローズコース走ってる状況であれば、ロードノイズも静かになってるかな、まあ、実際構造用接着剤これなんと仙台7メーターくらいだったのが、大体ですけど新型クロストレックになって30メーターになってるんですよ。それでしっかり剛性も出してるし乗り心地の良さにも寄与してるっていう部分がありますから、まあ、その辺で動的質感全体を上げてるんでしょうね。いいね。まあ、今回クローズコースですから一般道では絶対できないこういうね高い速度でのスラロームとかを見ておきたいんですけど、それでもものすごく安定してるっていうのはもう何度もご紹介してますよね。でここからの先の本当の乗り味であったり一般的な加速感っていう部分は実際の道で走らせてみて評価としますけども、車自体の性能は間違いなく上がってるし、乗り心地、パワーフィール、さらにはブレーキタッチも個人的には、リニアになってるし、全体がやっぱり良くなってるなっていう印象があります。前回した時も意外と静かだぞ。早いやん早いやん。4駆はね重厚さもちろんあるし安定感がさらに高まってる、特に旋回中の安定感が高いっていう印象を受けました。いやこれでもどっちもいいけども、悩ましいな。私は FF だけど4駆もいい感じです。ではラスト現行型になります。私も幾度となく乗ってきましたこのスバル XV ですけども、まあ従来も別に悪いっていう印象はないんですよね。しかも人によっては e ボクサーこれでも十分、しかももちろん燃費も良くなりますからいいよねっていうお話も聞きますし、悪いなっていう評価にはしたくないんですけど、ただ今回クロストレックが成長しすぎてる、特に FF は私ものすごい感動を覚えましたから、ちょっとこいつを最後に乗っちゃうのはかわいそうな感じもするんですけど、まあ一応そういう試乗会、新型でどれだけ良くなったかっていうのを確認する場でもありますので、ちょっと最後この車乗ってみたいと思います。 e ボクサーのユニット自体はもちろん細かい部分はアップデートされているとはいえど、モーターの出力とかは変わっていないということらしいんですよね。なのでだからなおさら驚きましたけども、まあどうでしょう、実際これ何回も乗ってますけども改めて確認ということで行ってみたいと思います。ちなみにこれユニットに関しては2リッターの e ボクサーに前後で駆動するタイプになっています。いわゆる AWD ですよね。ここね、今 EV モードからいわゆるエンジンドライブモードに切り替わりまして、やっぱ車がね揺れちゃいます。特に水平対向だから横方向に対しての揺れが結構出るんですよね。この辺でまず質感は結構違ってます。じゃあ行ってみましょう。低速域の静かさは意外とそんなに変わんない。パワートレインから発生してる音は、あでもブレーキも癖あるな、こうやって乗り換えてみると。で乗り心地チェック、これはね現行のほんと XV のオーナーさんには申し訳ないんですけど、やっぱね車の上下動に対してのしっとり感も多少薄い。まあこれがねスバルの元々の SCP を作り出した当時の良さでもあるんですよね。ガチッと今までになかった日本車の剛性感っていうのを新たに築き上げたプラットフォームでもありますし、実際にこういうハンドリングに関しては悪くないんですよね。それは SCP が持っている剛性感の賜物でありますから、だから悪くはないんですけど、ただ乗り心地も同様に硬くなっちゃってるっていう、そういう印象が
あるんですよね。その辺が新型ではだいぶ改善されていて、車のしっかり感は残りつつも、でも足回りはしっとりっていう、そういう部分が強くなっているわけです。ステアリングもこれはまあ好みかと思いますけど、私はねクロストレックの滑らかでちょっと軽い印象の方がいいかな。これは結構渋いですね。しかもステアリング高く入れていって均一じゃないんですよ。途中で手応え増したりしますから、そういう部分の不均一さもあって、ちょっとまあ嫌味が出てるかもしれないです。で下り坂でコーナーアプローチしていきます。この辺の安定感なんかはさすが e ボクサーと AWD の組み合わせですから落ち着いてはいますよね。でタイヤはねこれブリヂストンの何だったかな、銘柄忘れましたけどサマータイヤ履いてるんですよ。おー、こことかの安定感は結構高い。うん、スラロームの安定性はどちらも全然悪くない。むしろ現行 XV 相当頑張ってるなという部分です。うん、安定感がある。でもやっぱこううなった時の音の質感もそうですし、あと今日ね本当あいにく雨降ってますけど、これね幸いなんですよ実は。というのもやっぱルーフのこうね叩かれる音、この辺なんかも全然違いますよね。ぶっちゃけ新型クロストレックの方が数段静かな印象があります。おお。でブレーキは強く踏むと違和感はない、薄くね軽く踏んでいくとちょっとねタッチに吸い付いていくような印象があったりしますので、まあ、この辺も結局ブレーキのブースあれ電動のタイプに変えてますから、そこでリニアでしっとり感増してる、そういうタッチに作り変えてるわけですよね。ちょっとペースが早すぎましたね、前に追いついちゃいましたけども。エンジンかかった時のショックはやっぱでかいかな。それだけでも新型に感動を覚えますけども。あ、でもね今すっごいゆっくり、本当10キロとか15キロで凹凸超えました。いわゆる低速域、微低速に近いくらいの領域。この時の印象としては新型よりも乗り心地は結構シャープなんですけど、ただ意外と最終の揺れ残りまでは時間あるなっていう、要は新型の方がピシッと収まってる印象はありますよね。結構違うね。でもこういうのを感じ取れるのはクローズドコースだからですよね。いやー、ということで今回は新型クロストレック、まあ、比較試乗ですよね。この3モデル乗ってきましたけども、個人的なおすすめグレードは FF かな。なんか今までの e ボクサーにはなかった乗り味なんですよね。あのパワーもすごくあるし乗り心地も軽妙だし、でもやっぱ e ボクサーだから燃費も良くなりますよね。で車車の質感も上がってるし、その辺の全体的な魅力を最も味わえるのは FF バージョンの e ボクサーかもしれません。まあ、実際に生活環境によっては4駆いらないっていう方もいると思います。あとイニシャルコストが安く抑えられるんだったら FF でもいいよねっていう方は絶対いますから、まあ、そういう方には FF おすすめしたいですよね。ただ従来からあるスバルの乗り味、それをさらにブラッシュアップさせたものが欲しいっていう方は4駆のモデルがおすすめということになります。ということで最後スラロームをしながらのお別れになりますけども、これね発売自体はもうちょっと先になるかもしれません。でも実際に実車配備されたらぜひ皆さんもご使用ください。で私は今度一般道で乗ってみたいです。本当の加速感やったり一般道の荒れた路面での静粛性、そういう部分も見たいので、またそれもいずれ動画上げたいと思います。ということで皆さん機会があればぜひ乗ってみてください。というわけでスバルクロストレック試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。
はい、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。さあ続いては車両の性能の取りまとめを担当されてます桜井さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でここではパワートレインのお話を私聞きたいなと思って、まず今回 e ボクサーじゃないですか、はい、先代からまあ同じように2リッターベースの e ボクサーで、はい、先代との大きな違いっていうのはあるんですか。現行の XV でありました、うん、あのエンジンモーターからエンジンへのつながりですとか、うん、あと例えば回生ブレーキが途中であの踏んでいくととかで切れるところがあるんですけど、そういうところのつながり感っていうところがちょっとギクシャクしてたっていうのがありまして、うん、そこの、ところのつなぎ目をこうよりスムーズにしてあげる。確かに現行乗ったらEV のあの表示書が切れる瞬間にショックがやっぱり水平対向なんで横方向にショックが出てたわけですよね、はい、でもそれが新型ではもう見事に解消されてまして、おっと思ったんですけど、そこの技術的な部分っていうのはどういう部分があるんですか。ちょっと言葉として抽象的で申し訳ないんですけど、トルクが緩やかに立ち上がるようなエンジンのかけ方っていうのと、当然あのトランスミッション側もがっちり締結あのトルクを伝えてしまうとそれもショックにつながるので、ちょっと緩めながら、つないでいくというようなことをやってスムーズな感じを出すと。 e ボクサーと FF の組み合わせっていうのは多分初めてかなと思うんですけど、はい、e ボクサー自体はそこでチューニングは変えてないんですか。 FF も4駆もあのはい、FF と AWD で違いっていうと、やはりあのトランスミッションより後ろのプロペラシャフトであるとかリアデフ、うん、シャフトってところが大きなあのがなくなってるっていうのが大きな違いなんですけれども、うん、基本的な狙いとしては変えていないです。あの当然 FF オンリーっていうことがあります。駆動が2輪になりますので、その辺の制御はもちろん最適化してますけど、基本的な狙いは変わってないです。なるほど。ちなみにその4駆に関しては、名称がちょっと分かんないですけど、駆動配分としてはあれスバルが持ってる基本の6対4の配分でやってるんですか。あれは、基本的には6対4で変わっていなかったはずです、はい、あのですけれども今回ですね、あの AWD の制御もこちらもまた制御のお話になるんですけれども、はい、あのよりきめの細かい制御ができるような、なことができるようになりましたので、そちらを織り込ませていただいてます。パワーはぶっちゃけ踏んだら前のモデルも小気味よく走るなっていう印象があって、ただその中でエンジン回転数のこう高まりとかを工夫したっていうところはあるんですか。リニアトロニックとの組み合わせで特に高速の合流とかで使われる3500から4000、4500ぐらいまでのところがですね、現行の車だと割と急激に音が大きくなるような傾向が出てまして、はい、あの我々よくゴロゴロ音って、ガラ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 言いながらっていうところがちょっとありました。あの具体的に言うとレボーグでも使わせていただいたあのエンジンのマウントっていうところですね、ブラケット、はい、本体を、樹脂からアルミ製に変えて合成をされてます。それで音って変わるんですか。はい、あのそこでですね、やっぱりあのマウント自体がやっぱり合成が低いとマウントが揺れてしまって吸収しきれないっていうのがあったところを吸収できるっていうふうに、はい、よりそのなんか中に入っている液体の特性を生かすことができるようになったっていうのは一つ。なるほど。でもう一つが実はですね、あのまあ水平対向にトランスミッションを組み合わせると極端に言うと T 字型になるんですけれども、はい、この T 字型の長い棒のところ、まあ、トランスミッションとこの結合のところが弱くて、うん、こう揺れることで音につながってたというのがですので、そこをちょっと改善したくて、まあ、オイルパンってエンジンの下側の部品なんですけれども、はい、こいつをちょっと剛性の高いものに変えることでその揺れっていうのを減らしてあげたというのも。オイルパン変えて変わるんですね。はい、あの実際にあの私もあのプロトタイプの最初に乗せてもらったんですけど、これしか変えてないのにこんな変わるのかっていうぐらい変わったっていうのはあの実際に体感してますので。わかりました。ということで今回はパワートレイン環境を中心にお話を聞いてきました。桜井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。